7時25分でございますね。はい。もうちょっと、ジムはお休みで、もし昼から外出するんで帰り、寄れたら寄るかなみたいな感じで行きたいと思います。よいしょ。よし、書き出し終わってます。雲仙の、温泉の PR の動画で、あ、温泉じゃないか。ノルディック高校の駅の1本目をね、編集して、こんな感じで。すごい。まあ、こんな感じでちょっとね、やりまして、書き出しを夜中にやってたんですよね。終わってますね。よし、これをじゃあ今日納品。一応叩き台を納品したいと思います。で、これが Vlog の、Vlog も待ってんな。よしよし、ちょっとね、朝からこれをぼちぼち作業 しようかな。で、あとね、お茶の、ブランディングの動画も、一応考慮ということでね、終わって、で、まだね、引き続きお茶の CM の動画はね、いくつかあるんで、やっていきたいかなと思います。はい、パン、あれ、ハッピーバレンタインね。高級チョコレートこれ。うん、なんかこれ、あ、すごい、あ、これなんかね、レオン。いつ買ってきたの？あ、今日か。うわー、やばやばいよ、これは。むちゃむちゃやばいよ。チョコって何から？カカオ。生クリーム。あ、でもなんか入ってる。ちっちゃなクラッカーみたいな。はい、今からね、朝食食べて、チョコをね、もらっていただいたので、チョコをちょっと食べて、今からちょっと作業をしていきたいと思います。で、11時、今ね、9時36分なんですけど、11時過ぎぐらいに、子供がね、犬をね、飼いたいと言い出したので、まあ、飼うかどうかは、まあ、さておき、Vlog の方で、迷子犬の救助みたいな Vlog ね、こっち、この Vlog で、皆さんにご紹介して、なんかすごく感動的だった、まあ、感銘を受けてというかね、感動して、犬を飼いたい、新しい犬を飼いたいと。犬いるんですけどね。犬ね、この犬が、うちいるんですけど、柴犬を飼いたいと。犬ね、飼ってあげたいんですけど、やっぱりね、制約がね、いろいろあるので、まあ、まあ、ちょっとね、気分転換に見に行きたいと思います。で、まずね、作業をします。はい、じゃあ今から、YouTube 撮影していきたいと思います。もう毎日日課になったね、もう板についた感じあります。いやー、撮影しなきゃな、どうしようかなみたいな、なんかそんなのが全然ない。もうなんかもう、おはようございますとかね、ご飯を作るみたいな感じで、ね、もう全然なんか抵抗ないというか、もうあっさサクッとね、撮影できるようになりました。よし、じゃあ今から撮っていきたいと思います。ふーし、今ね、撮影終わりましたね。今からね、編集して、今10時、12分なので、今からまあ1時間ぐらい、編集して、そこからね、ちょっとお出かけしに行きたいと思います。今日はね、まあジムに行ってないので、1時間半ぐらいはちょっと時間が、余裕がある感じはありますね。はい、今からちょっとね、しばけ、柴犬を見に行っていきたいと思います。今、何時かな。12時21分ぐらいです。ちょっと今から柴犬をミスターマックスデパートに、見に行きたいと思います。まあ、僕はね、飼う気はないんですよ。もうちょっと犬はね、大変なので。ただね、妻と子供がちょっとね、もう一匹いるんですよ。もう一匹いるんですよ。
おい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 まあまあちょっとね行ってみたいと思います。見たいということなんで。はい、今からペットショップに行く前に、マクドナルドを食べたいということなのでマックに寄って行きたいと思います。行くぞ。チーズバーガーとハンバーガー、コーラで、ポテト、はい、入ってないです。はい、持ち帰りでお願い。大量大量よ、3人分は大量ですよ。でね、人が多かったのでね、車の中で食べたいってことなんで、車の中で食べたいと思います。ね、パパ、はい、あのさ、困ってから食べる当たり前やん、そんな食べれんやん。でピクルス入ってて、はい、これチキンタツタの、瀬戸内レモンというやつです。これやっぱ買うんだ。1個買うのに2個買えるってことだけど、4つ買う。あ、めっちゃ買う。食べたいお菓子買っていいよ。ない。え、2個ぐらいもなくなるけ、うん、あ、そっね、梅干しがいい。本当だ、いっぱい買うのにもっと買っていこう。イエーイ、梅干し最高よ。ちょっと1個だけ、うん。何やったっけ、それ。俺ママ好きなの。うん、そうやってます。あっちにあると、うん、あ、もう一個ない。案内してください。すごい階段。さあ、どこだどこだ。はいはい、うん、あ、いた。はい、ありました。もう老人だから、もう肌が見えちゃって、もう14年かな、もう餌やっても痩せこけてしまうと。早く。あ、全然興味なし。あら。うん、あらせる早く。
興味ない。もうやめろって言うよさ。老人老人。目の痛か。うん、どっちもせんやった。ガチンコなはい、今ね家に戻ってきました。今行って、3時22、3分ぐらいですかね。はい、今からねちょっとネットフリックスかアップルテレビもね最近良さそうなんで、アップルテレビもねこれ見てる最中なんですけど、まあちょっとどれかを見てねちょっとねゆっくり過ごそうかなと思います。まあ5時半ぐらいまでゆっくりして、そっからご飯作って食べて、またねちょっとね夜からちょっと作業をしようかなと思っております。で皆さんもね良い週末を。今日は日曜日です。週末を。はい、先ほど買ってきた、パイの実と、シソですね。もう僕ねこの2つがもう本当に大好物であります。これを食べながらちょっとゆっくりしたいと思います。ちょっと寝てしまいましたネットフリックス見てたら寝てて、今ね、はい、6時3分でございます。1時間ぐらい寝てたのかな。はい。はい、今動画編集中なんですけど、チョコレートを食べると。どれが食べるの？これチョコ。それはリエボンからもらったやつやろ。うん、ありがとうございます、リエさん。なんかそれ普通っぽい。うん、うわ、めっちゃに大きい。うん、これって切れてない。ありがとうございます。これどう？うん、普通お、石原一平さんどうですか、仕事の調子は？あ、少しで終わります。いいね。はい、どけてよパパ、それっけ。はい、皆さん、0時回りました。いや、もう1年ぶりぐらいに0時迷ったじゃない。回りましたね。いやー、なんかね、やっぱりね、自分の Vlog もそうですけど、他の動画編集もそうですけど、そう、面白くてね、やっぱりね、長く最近やっちゃいますね。いやー、楽しいからいいんですけど、明日ちょっと朝ジム無理そうだな。ということで、明日の朝のジムはやめて、まあ、ちょっと遅めに起きて、活動したいと思います。じゃあもうね、今から寝ます。よいしょ。待って待って。よいしょ。おやすみなさい。